今日僕は、こういうタイトルで、話を、しようということになったんですけれども、ちょっと簡単に、今僕が所属しているこの、放射線生物研究センターというところはですね、主に細胞レベルで放射線を当てた時に、細胞の中で、どういう反応が起こるかっていうところ、そういうところを、研究するのが得意なところです。なので、ちょっとその関連もありまして、最終目的としては人体影響、防護、特にこのチェルノブイリの教訓をどう福島に生かすかっていうお話をしたいんですけれども、前半部分、かなりちょっとこの、どんな研究をしているっていうか、そういうところを皆さんに、知っていただきたいと思います。で、放射線の第一の標的は DNA であるというところで、赤い字で書いたもの、いろんな種類の放射線があると思うんですけれども、細胞の中で一番その分子の数が多いのは水分子です。で、この水分子に放射線が、ヒットすると、この水分子のですね、H2O のうちの H が一つこう飛び出してしまいまして、それで非常にその化学的に反応性の高い活性酸素ができる。で、これが悪さをするわけですね。DNA に当たった場合にはここの子、この後説明しますけども、この DNA というのは鎖でできてるんですけども、その鎖を切ったりですね、するということ。これはだから水分子を介した間接的な影響をする経路ですね。それからもう一つは直接放射線がこの DNA の鎖に当たって、切断してしまうという、この2つの経路があります。それで今ここで僕が第一の標的という、この第一というのは、今まで一番よく研究されている標的だというふうにお考えください。で、少しだけ DNA ってどんなものかっていうのを簡単に紹介しますと、これが人の細胞だと思ってください。大体大きさで言うと、1ミリの、50分の1とか20分の1とか、それぐらいがこれで1個の、細胞です。で、その中にもう一つ、袋状の構造、核というものがありまして、その中に、染色体、皆様ご存知のように、人であれば46対の染色体があるわけですけど、それが、この中に格納されています。で、その染色体をですね、一個一個見てやると、これを、どんどんこうほぐしていくわけですね。で、そうすると、実際にはこのほぐしていくと、いろんなこう折りたたみ構造があって、その後中にはビーズの構造があったりと、いろいろな構造があります。で、その構造の主体というのの一つが DNA であって、もう一つはそのビーズの玉を作ったり、折りたたみをこう止めたりする、その、いろいろなタンパク質、ここではヒストンが一つ書いてあるんですけど、そういうものでできています。だから染色体といえば、基本的に、主要な構成要素は DNA と、それをですね、形作るための、染色体として形作るためのタンパク質であるというふうにお考えください。で、大体どんなものか、人の場合ですとですね、一つの細胞の中の DNA を全部こう伸ばしてつないでやると約2メートルぐらいになります。それで、DNA の長さを測るとき、実際にはこういう物理的な長さは使わないで、実際にはですね、さっきここを見ていただきたいんですけど、 DNA というのは、一つの分子が2つの鎖、こことこっちに鎖がある。この鎖同士がこう対合して一つの分子をなすわけですね。その対合をですね、仲立ちするのが、ここにベースペア、日本語では塩基対というんですけども、こういう、こちら側のブロックとこちら側の一つのブロックとがこうペタッとこう向き合って、それでこうどん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 鎖が伸びていくわけです。で、一つのこの、ベースペア、塩基対のことが、DNA の長さを表す単位だと思ってください。で、人の場合はですね、大体これが60億塩基対、ほぼ地球の今の人口程度だと思ってください。で、大体こういうものをですね、伸ばしてこう並べてやったのがこの図なんですけども、だからこれが一つの塩基で、お互いの鎖同士がこうやってペアを作ってるというわけですね。で、こういうものが60億個並んでて、大体そこにですね、生物学的な機能を今分かるような遺伝子というところで見てやると、2万7000ぐらいの遺伝子があるというふうに言われています。遺伝子というのはですね、簡単に言うと、この DNA 上この ATGC というその、4つの塩基がですね、その並んだ、
ものがある一つの機能因子として働く場合、そこをまあ遺伝子と呼ぶわけですけど、実際には DNA として存在すればいいわけではなくて、それはまあ生物学的な機能によって、メッセンジャー RNA というものに一回変換されて、さらに、タンパク質というものに、変換されます。最後にこのタンパク質となって、例えば人間の体を作ったりですね、例えば食べ物を、消化するための酵素を作るといういろんな種類の、まあ、タンパク質に、まあ変わるわけです。だから遺伝子がこれだけの数あれば、まあ、タンパク質もこれだけの数があるというふうに、まあ、簡単にお考えください。それで実際にですね、染色体、まあ、結局は染色体と DNA っていうのは、まあ、この今 の, 今日の話の中ではほぼ同等の言葉と意味を持つ言葉として使わせていただきますけれども、実際に放射線が当たってですね、その後の染色体を見てやるとですね、例えばこういうところ、こういうところ、これなんかかなり大きなこう切断面が、切断部分ができてしまうわけです。で、まあ、こういうものがですね、細胞の死あるいは、遺伝病がんというものにつながるというふうに、考えられています。で、まあ、もうちょっと染色体がですね、分断されるとどういう、困ったことが起こるか、3つの例だけを簡単にお示ししますけど、例えば1箇所ここで、放射線が当たって切れてしまう。そうすると、この部分なくなってしまうわけですね。でこの場合は、まあ、遺伝情報が、なくなってしまうという、そういうことになります。それから例えば一つの染色体に2つこう切断面が入ると、もちろん、この部分とこの部分が 失われてしまうわけなんですけども、もう一つですね、ここの切断部分とこの切断部分とがお互いにこうくっついてですね、こういう染色体が輪っか状になってしまうことがあります。で、まあ、それのちょっとよく似た別のバージョンとしては、2つ違う染色体があって、それぞれこういうところに、切断面が出て、そうするとこの部分とこの部分とが、融合してですね、こういう2つの染色体が、1つになってしまう、こういうことだわけ。で、こういうその染色体の構造異常が起こるとですね、もちろんその遺伝情報がなくなったり、遺伝情報がですね、ここで変なふうにつながってしまうわけですから、書き換えられるようなことが起こるんですけども、それ以外にこういう染色体を持った細胞自身もですね、非常に変わった挙動を取るということが分かっています。ちょっと今回どういう挙動かということまではお話ししませんが、で大体、細胞でですね、皆さんの人生でですね、受精卵から、スタートしているわけなんですけれども、大体人の体というのはこれぐらいの10の14乗個の細胞でできていると言われています。それでもちろんこれ全部出来上がればもうこれで終了というわけではなくて、使い捨てになる細胞というものがあるので、大体人生でですね、10の16乗回のですね、細胞分裂が、で今この瞬間にも大体平均です、1人の体の中で10の8乗かける 2.5 ですか、これぐらいの細胞が増殖している、つまり一つの細胞が2つになろうとしているわけです。で、その分裂のたびにですね、先ほどお見せした染色体 DNA ですね、これはやっぱり自分自身がコピーを作って、それが2つの細胞に分配されなければいけないという、そういうことになっています。でこれが一つの細胞が二つの細胞に増えるための、工程表だと思ってください。でそれを我々は細胞周期と呼んでるんですけども、ここでですね、先ほどお見せした染色体ですね、これが一つの細胞分の情報が二つの細胞分の情報に、複製されます。である時間を経るとここの有刺分裂期というところに入って、ここでその2セットの情報が、それぞれの、娘細胞に分配される。でそれまた、こちら側に入って次の細胞周期に入るという、こんなことをぐるぐる回って、大体人の細胞であれば、大まかに言えば24時間ぐらいで1回転するという、そういう、プログラムになっています。でちょっと今日この後お見せするのはですね、染色体の複製と染色体の分配、これ簡単に言うとですね、染色体 DNA が細胞の中で、営む上で一番大切な出来事なので、この2つを簡単に紹介します。
でこれが複製の方なんですけども、まあ、これは先ほど最初の方にお見せしたのと同じですね。こう染色体を解剖していくと最後にこういう裸な DNA が見える。でこの部分を拡大したと思ってください。で、DNA が複製される前というのはですね、2本の鎖がこう対合している。でここで一つお話ししておきたいのは、例えばここに A というブロックがあると必ずですね、そのパートナーは T というブロックになります。それから C であれば G になります。ここも同じですね、片っぽが A であれば片っぽは T であるという、この、ルールが非常に大切なものです。それで、複製の直前になるとですね、この2つの、対合ですね、2本の鎖の対合がこうジッパーがこう開くように、離れます。でこの離れたところ、つまりこのパートナーがいなくなった状態のところにですね、新しいパートナーがこう入ってくるわけです。で複製が完全に終わった後にはですね、2つの DNA 分子が、新たにできたわけです。これで複製完了ですね。でここでよく見ていただきたいのは、もともとの親分子の情報が、例えば ACTAG であると、その鎖の片っぽを、異型として、新しい鎖ができたと。でこの新しくできたものはですね、元のこちら側の、鎖と全く同じ情報を持っていることになりますね。それから、もう片側にも同じことが起こって、複製後にはですね、必ず、この双子関係にあるような、DNA 分子が出来上がるという、こういうことになります。でこの複製が終わると、次に、2つの細胞にその複製した染色体を分配するわけですね。でこれまあ簡単にですね、今これ一つの染色体をこのまあ靴下一つだと思ってください。で複製が終わると、まあこの黒い部分、黒い靴下はこことこことにありますね。でこの 点々の靴下がここまあ2つと全部まあこれきれいにまあ複製されているわけです。まあ、そうするとこれをですね、今度は、正常な細胞の場合はですね、ちゃんと均等分配といって、それぞれこれはこことこことにあって、これは、こことこことというふうにこうきれいに、過不足なく分けるわけです。でこれを失敗してしまいますと、例えばこの例だと、この黒い靴下が本来こっちに行くべきなんだけど、行かなかった。でこんなことが起こると、まあそれが原因でがんとか遺伝病になってしまう。なので、毎回ですね、膨大な数の細胞周期が人の人生で回るわけなんですけれども、その度にですね、必ずというかできる限りこれをやらなきゃいけないわけですね、正常な分配を。でこのためにどういうことをしているかっていう、その工夫を一つだけお話しします。で結局ですね、この靴下それぞれはですね、 DNA とタンパク質を主成分としているほとんど、まあ、全くその生化学的には同じような構成成分でできているわけで、細胞がですね、これを一個一個情報を読み取って、こっちにはこれがあるからもうこっちに渡さなくてもいいよとか、そういう難しいことをやってるんでは、とても正確に分配することはできないと思います。で種明かしをすると非常に簡単なんですけれども、複製が終わった後にですね、さっきの図のお見せしてこんな風にですね、実はバラバラに核の中には存在してないんですね。複製が終わった染色体は、こんな風にですね、新しい靴下を買ってくるとこうパチッとこう金属のこうピンかなんかで止めてあると思うんですけど、複製直後からちゃんとこの、複製、まあ、姉妹双子同士の染色体はですね、こういうふうに、止められてます。ここではまあつなぎ止めっていう言葉を使ってるんですけど、それでいざ分配するときになるとですね、このつなぎ止めを、外す機構があって、それできれいに分けていくという、そういうまあ工夫をしているわけです。まあ、それを簡単に図でお示ししますと、まあ、これ複製2本それぞれ染色体ができて、ちゃんとこれ靴下止めが止まってるわけですね、ここでね。でつなぎ止めがあるんですけど、分配するときにはそのつなぎ止めが外れて、それぞれ2つの細胞に均等に分配される。ちょっとまあこの過程をですね、映画でお見せします。これはですね、ある特別な方法で、培養細胞、これはイモリの肺の細胞なんですけども、今これいざこれから分配をしようと思っているところです。今この一本一本見えるのはですね、実際複製が終わって、その2本の染色体がまだつなぎ止めをされているとされた状態で、こう今ぐにょぐにょと動いていると思ってください。
まだこことかこことかにこういますよね。でこれがですね、もうじきこうみんな真ん中に集まってきます。でここで靴下のつなぎ止めをそれぞれの染色体から外します。それでどういうことが起こるかっていうと、それぞれ、今まで2つがこうつなぎ止められてた染色体が離れて、これが将来娘細胞 A、B というふうになるわけです。でこういう工夫をすることによって、非常に簡単に、細胞は、染色体を均等に、まあ、分配しているわけです。でここでですね、少し、まあ、最近分かってきた、放射線の影響なんですけれども、正常な分配というのは、今これちょうど先ほどのムービーの最後の方のこう分かれかかったところをお見せしているわけですけど、2つの極にこう分配されている、まあ、これを正常な二極分配といいます。ところがですね、放射線が当たると、こんな風にですね、この赤い部分ちょっとこれとこれと対応が分かりにくいんですけど、グリーンこのオレンジの部分が DNA だと思ってください。でこの図では赤い部分が DNA だと思ってください。染色体です。そうすると本来こうやって2つに分けなきゃいけないんだけど、放射線を当ててやることによってある頻度でこういうふうになんか3つに分けようとする、こんな変なことが起こります。で今まで放射線によってがんが起こるというのはですね、DNA のその構造を変えて、いわゆる変異を起こして、その遺伝子の変異がたくさん重なることによってがんが起こるっていう、まあこの多段解説というものがあったわけなんですけれども、もしかするとですね、こういうことが起こると一挙にその次にできる細胞の中のですね、染色体数が変わってしまう。こういうことが起こると、がんにもっとこういう、大体これですね、6回から7回ぐらいこういうこと、その変異が蓄積することががんになるための道だと言われてるんですけど、それに比べてこれはですね、こういうことが起こるともっと早くがんが起こるんではないかっていうふうにも考えられています。でもう一つこういうまあ分裂異常が起こるとですね、まだこれは非常にまだ研究中のところなんですけれども、放射線によって誘導される小凍症というのがあります。でこれはですね、大脳、この部分、これマウスの大脳なんですけれども、大脳だけが小さく正常にこう発育できない。でこの時も結局この部分の細胞の分裂異常というのがまあ原因だと思うんですけれども、まあ、こういう時にもですね、なんか放射線が、その今まで最初の表題で第一の標的が DNA だという話をしたんですけれども、おそらくこういう異常とかこういう異常というのは DNA ではないものが、標的になっている可能性があるということが考えられます。でまあ、ちょっとここまで簡単にまとめますと、まあ、染色体の主要な構成成分が、DNA であって、それが、まあ、今まで、まあ、よく分かってきた標的である。で、まあ、染色体がですね、細胞の中で、営む2つの重大なイベントというのが複製と分配であって、まあ、現在放射線というのは変異を起こすための、悪いことの、まあ原因だというふうに考えられてますが、それ以外にもいろいろ悪いことをする、影響があるのではないかというふうに考えられる。でそれがですね、発がんであったり小凍症として現れるのではないかというふうに、可能性が考えられています。でまあ、実はですね、細胞というのは、放射線が当たってそれに対して全く、防御機能を持ってないかというとそうではなくて、放射線に対して応答します。でそれは非常に速くて繊細で、臨機応変であるということを、お話しします。でまずこれは、我々の今研究施設でできる実験なんですけども、生きた細胞の中で、放射線に対して細胞がどういうふうに影響しているか、ちょっとこれ次にお見せする動画のちょっとイントロダクションなんですけど、今これ一つの細胞の核だと思ってください。でこれからやることはその核のごくこの赤い部分でこう囲ったところに、まあDNA の傷を入れるために、放射線を照射します。でこの後ですね、その細胞に何が起こるかっていうのを 見るわけです。で今これちょっと背景グリーンに見えるように書いてあるんですけども、実際にはですね、この細胞には仕掛けがしてあって、その DNA がその放射線によって傷をつけられるとですね、それを修復するタンパク質というのがあります。
でそのタンパク質のある一つにですね、緑色の蛍光 GFP という、まあ、タンパク質なんですけれども、それをこうくっつけてあって、それぞれのタンパク質の、動きがですね、生きた細胞の中で見えるという、仕掛けがしてあります。でこれが今、まあ、実際顕微鏡で覗くとこんな感じになるんですけど、これ今細胞の核ですね。それで今なんでこれがバックグラウンドがグリーンに見えるかっていうと、この核の中でこの修復タンパク質がこう、まあ、散在しているという、あ、ちょっと字が間違ってますけども、グリーン色のタンパク質が今核の中にこうやっているよっていうことをお見せしています。でこれをですね、この後ここ大体まあこの辺りですけども、この辺りにこれから、DNA の傷を入れてあります。そうするとここだけこうどん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 グリーンの傾向が強くなりますね。でこれは、この今修復タンパク質がですね、どんどんこの傷の部分に集まってくるという、まあ、あのところをお見せしているわけです。でちょっとこれ今タイムスケール出してないんですけど、大体あの照射が終わってですね、大体 3,4 分以内にこうずっとこう集まってくるわけですね。だから非常に早い段階で、この核の中で、傷を見つけて、その応答するためのタンパク質が、まあ、行動を開始しているという、そういうことが分かるわけです。で次はこれはですね、じゃあそういう細胞応答というのは本当はすごく繊細だよというと、でこれもあの、まあ、最近 の、 その、まあ、実験あの技術を使ってですね、これはあの パンを作る酵母なんですけれども、大体そのゲノムというのはこれぐらいの数があります。それでですね、これだけまあ膨大な数のゲノム、あの塩基対があるんですけども、そこでただ1箇所だけ、傷を入れるっていう技術があります。で ある薬を入れてやると、まあ、それによって誘導された酵素がそこの特定の配列だけを切るという、あの DNA だけを切るという、まあ、あの方法なんですけども、そうするとちゃんとその今ここが傷を入れられた部分なんですけども、ここにですね2分ぐらいでその修復をするために必要なタンパク質が集まってくると、そういうことです。だからこんなに数があってもですね、たった1箇所傷があったらやっぱりちゃんとそれは見逃さないっていうことで、あのこれはあの原理的にはですね、人の細胞でも同じことが起こります。で冒頭でお話ししましたように、大体人 あのゲノムというのは60億塩基対あるんですけども、その中の1個でも傷がつけば、その修復に必要なタンパク質が集まってくるという、まあ、こういう繊細な仕掛けがあります。で最後臨機応変というところなんですけど、これ細胞周期ですね。で、今一つの細胞の中に、一つの染色体だけ書いてあります。で複製が終わると、細胞の中に二つの染色体ができて、で分配されることによって娘細胞に分配されて細胞が分裂するという一回りですね。で修復の仕方というのは2通りあります。例えば今ここで一つの DNA 分子がこう放射線で切られるとですね、まあ、何種類かのタンパク質がそこにこう先ほどお見せしたムービーのように集まってくるわけですね。で、まあくっつけて直す。で非常にシンプルな方法なんですけれども、時としてこの切断面、切断部分ですね、この部分の情報が失われたりすることがあって、まあエラープローンというんですけど、まあ、間違いが起こりやすい修復の仕方です。で非常に、ここで対照的なのがこの DNA 複製が終わった後ですね。この後はですね、この染色体には全く自分と同じ構造を持った姉妹関係にある染色体が存在するわけですね。例えばここを見ていただきたいんですけども、例えば自分に傷が起こるけど、姉妹の方、まあ、妹分にしましょうか。妹分の染色体は、無傷であったと。でこういう時はですね、この、無傷のものの情報ですね、これを積極的にこう、片っぽの、無傷なものが、その傷のいった方でこう何ですかね、入り込むというかインベードするというか、でそういうことによって正しい情報をもう一回作り直すという、でこういうふうに、修復をすることができます。でこれはまあ、相同組み換えによる、複製修復というんですけど、この場合はですね、非常に、ま、誤りがないあの修復の方法です。というまあ2種類の方法をですね、まあ、臨機応変に細胞周期がで自分がどこにいるかということをですね、まあ知りながら使い分けるという、こういうことなんですね。でまあこうやってお話をするとですね、こんなにまあ、あの人の細胞っていうか、まあ、酵母から人に限らず今の話は、非常に保存性のある話なんですけども、
まあ、じゃあ放射線に対して非常にこう、まあ、無敵な、もんじゃないかと思われるんですけど、やはり、限度があります。で大体、修復がですね、無事に終わって、細胞が、通常 の、 その生活に戻れる時っていうのは大体、まあ、どうなんでしょうね、これ正確な数字ではないんですけども、100ミリシーベルトよりはぐっと少ない方です。それでそれを超えると、不完全な修復が起こりやすくなります。で不完全な修復が何を引き起こすかっていうと、遺伝子の変異とか、先ほどお見せした染色体異常ですね。でこういうことが重なると、遺伝病になったりがんになったりする。でさらに、線量が増えますと、今度はもう自分自身で修復することもしないでですね細胞は、自殺します。でまあ、数の少ない細胞が死ぬのであれば、それほど影響はない、リフレッシュできるということはあるんですけども、まあ、ある程度以上の細胞が死ねば、それぞれ組織のですね、機能不全が起こったり、それが顕著になると、個体死が起こってしまう、そういうことになります。で大体、ですね、これは、線量に、大体人間がですね、自然の宣言からどれぐらいの線量を受けているか、あるいは、人工の宣言からどれぐらいの線量を受けているかということになります。で、まあ、自然の宣言というのはですね、まあ、宇宙から降ってくるもの、それから、その土壌からのもの、食べ物からのもの、それから、まあ、地下のラボですね。アメリカでは家の売買をするときに必ず地下室のですね、線量を測ってこの家は大丈夫かということを確かめるんですけど、日本ではそういう習慣ないんですね。不思議なことだと思うんですけども、大体これ合計するとですね、これぐらいの線量、日本の場合はですね、これよりちょっと低いところで、これぐらいがアベレージだというふうに言われています。それで、まあ、福島の実効線量というのを、少なくとも文科省が空間線量として発表している数字、前回の前の話の高橋先生の方法とは違うんですけども、大体50箇所ぐらいの工程ですね、それを測るとこれぐらいの線量になるということで、やっぱりまあ日本の今のだから、これにこの線量にこの線量を足してやらないといけない。でこれはあくまでもまあ50箇所ぐらいの部分をのアベレージなんで、実際これよりも3倍ぐらい高いところはあるということになっています。それで、まあ、放射線の被曝っていうのがどういう形態があるかっていうのを、まあ、ちょっとダブるところがあるんですけども、前のお話 と、もうだからこちらが飛ばしますね。外からの、放射線が当たる場合と、放射線物質を取り込んでそれがこう臓器に沈着するという2種類があります。それで、ですね、まあ、これ線量によって人体がどうなるかっていうことなんですけども、これは実効線量で表してるんですけども、大体どこが一番分かりやすいかな、ここですね、すいません、これ字がちょっと見にくいんですけども、だいたい1ミリシーベルトぐらい、あ、すいません、1000ミリシーベルトですね。これぐらいで、局所的に当たった場合、水晶体で、あと、まあ、増えていくとですね、皮膚、生殖腺というところで、異常が起こって、将来的に、まあ、脱毛、不妊、白内障ということが起こる。でこちらからは全身照射の場合なんですけども、例えばですね、まあ、これはすごい数字なんですけども、7000ミリシーベルトを当たると、100% の方がもうおそらくこれはですね、ほとんど何て言うんですかね、数時間のうちのに起こることです。ただこの辺の場合はですね、当たった後何日か経ってから数週間以内 の、まあ出来事だと思ってください。それで影響というのは 2つに分けることができて、確定的な影響と確率的な影響です。で確定的な影響というのは、人がある限度よりも、超える線量を浴びれば必ず起こってしまう。例えば先ほどの図でお見せした白内障が起こるとか不妊が起こるとか、それから、まあ、報道にもありましたけど、例えば500ミリシーベルトを超えると赤血球の量が減る。でこういうのは必ず起こってしまう。で原因というのは 2,3 万円前にお見せした細胞が、もう修復することを、しないで自分自身が死ぬことを選択すると、こういうことが起こると、そういうわけですね。
もう一つ確率的影響というのがあって、これはまあ線量の低いところで起こりやすいことなんですけど、がんになる。でこれはですね、例えば評価の方法としては、10万人のうちに何人がなりますよという、それぐらいのことでしか、言い表すことができなくて、しかもですね、効果はですね、後に出る、何年後かに出るという、これはまあ急性の影響で、こちらは万発影響ということになります。で、感受性ということを考えると、先ほどのこれは細胞周期を別に表した図なんですけども、その細胞周期の中でもですね、感受性の、非常に、高い部分とですね、これ生存率で表してるんで、上に行くほど感受性は低いんですけども、感受性の低い時と、この中にもあります。それから組織で見てやってもですね、非常に、感受性の高い組織から、低い組織までこういうふうに、あるわけです。それで、がんについてもう少し、詳しく見るとですね、例えばこれは原爆被爆者の方からの調査なんですけども、いわゆる放射能汚染が起こった場合に起こりやすいがんとして特に顕著なのが白血病と、甲状腺がん、それと乳がんというこの3つの部位が、特に注目されるところです。で甲状腺、特に今いろいろお話でもう福島の件もあって話題になってるんですけども、それぞれ放射性物質がですね、体に取り込まれた時に、蓄積する場所というのが、違います。で要素の場合は甲状腺、プルトニウムの場合は、セシウム、ストロンチウムというふうに、あります。でその影響というのもそれぞれ、万発影響として見た場合に、がんで評価するわけなんですけども今までその放射性物質が蓄積されたことによって起こった、これは例として、夜光塗料の、塗布をしていた人には、こういうものが蓄積して骨肉腫とか、チェルノブイリの場合はですね、要素131が、蓄積して甲状腺がんというようなことが分かっています。でもう少し甲状腺がんについて、お話をしますが、なぜ甲状腺に要素かというと、甲状腺というのはですね、成長ホルモンを、作るところです。でこれ成長ホルモン、人の場合2種類主にあるんですけども、この構造式の中でこの場合4つですね、 I という記号があるんです。これが要素です。こっちは3つあるんですけど、これ空間重点モデルで書くとこんな、これが紫の、部分が、要素なんですけども、これを作る必要があるんで、甲状腺は積極的に、要素を吸収する臓器なんですね。だから、非常に良くないというわけです。で実際これをどう、ブロックするかっていうと、これが今放射性要素だとした場合に、何もしないと甲状腺にたまる。だったら前もって、放射性ではない要素を十分にこの甲状腺に詰めておけば、これは取り込んでもここに蓄積しないんじゃないか、そういう考え方があって、それがその安定要素剤というもので、これも福島の事故の直後には話題になったんですけど、これがですね、大体摂取量として40歳以上は必要ない。これはもうほとんど成長ホルモン作ってないんで、蓄積もしないということが分かっている。あと年齢的にはですね、これぐらいの量が必要だというふうに言われています。で日本の事故の後はですね、皆さんが、これを実際に飲んだ人もいると思うんですけど、原発の作業員の中では特に最初の頃は通常はですね、ほとんどそういう必要はなくて、昆布に非常に要素が含まれているんで、毎朝の味噌汁をですね、それを使ってだしを取れば、もう十分これだけの量は取れるということは分かっています。でもう少し、チェルノブイリのことをまず、お話ししますと、これは、その近隣の、ある都市の、甲状腺がんの、ここがですね、事故発生直後の、甲状腺がんの発生率です。でその後これは世界 の, 代表的な、調査機関が調べたものを、集計したものなんですけど、20年間ですね。でそうするとこういうふうにいくつかのこうピークが見えて、ちょっと説明しますけども、ここですね、これはですね、この時点で15歳から19歳の方が甲状腺がんになった、率ですね、10万人に、10人という数字です。でこれ見ていただくとですね、2000、ちょっと僕こっちから見ない、
2002年という、でだから16年前、この辺の人っていうのは大体まあ、0歳から3歳ぐらい、その方がですね、大体これぐらいの時に一番高いピークになったということですね。で次、ここを見ていただくと、今度は、1997年、だから10年ぐらい経ってるんですね。でその時にここはどの数字かっていうと、この大体当時0歳、この時点で0歳から14歳だから10年ぐらい遡るとやっぱりまあ0歳から14歳ぐらいということが分かります。でこちらについても同じことが言えて、これはまあ20歳、この例えばこの2006年の時に、20歳から24歳だった人は20年前は、0歳から4歳になりますね。なので、やっぱりこの事故当時に0から4歳ぐらいの人が一番この、甲状腺がんになるリスクが高いのではないかということが分かるわけです。で、チェルノブイリと福島の比較、僕はちょっとこういうところはその事故の分析という点では専門家ではないんですけれども、こちらがこの縦の軸が線量です、実行線量ですね。でこれが、チェルノブイリのもう本当にその炉心の線量で10万ミリシーベルトパーアワー以上だと思うんですけれども、でこの後これは一目盛りずつに、10分の1ずつ小さくなっていきます。で、実際にですね、チェルノブイリ近隣で何のその警報もなく1週間ぐらい過ごした人っていうのは、この炉心からですね、大体、すいません、炉心から離れて大体100ミリシーベルトぐらいは、当時受けてたんではないかっていうふうに言われています。パーアワーですね。で、福島の場合はですね、そもそも炉心の量からの放出された、放射性物質の、放射線量っていうのが大体まあ、当時事故当直後ですね、これは3月の17日に発表されたものですけど、これで1000ミリシーベルトパーアワーだからチェルノブイリの大体、100分の1ぐらいになるというふうに考えられます。それで、避難地域でと言われているところの線量、当時の線量の推定が大体この辺、0.01 から 0.1 ミリシーベルトパーアワーの間ぐらいではなかったかというふうに言われています。だからまあこれ単純に比較しますと、例えばまあおそらく甲状腺がんの多発地域というのはこの辺りだったと思うんですけども、それよりはまあ福島の場合はかなり状況は良かったとは思います。この部分の方は避難もしないわけで、ここの部分の方はここにいてもまあ一応避難はしているわけです。ただやっぱり、さっき高橋先生がおっしゃったようにですね、数字で何かをその決めるというのは非常に難しくて、特に生物学の場合はですね、こういう例えばグラフがあって、まあこれ10万人に10人ですよね。で今の例えばその日本のがんの、すいません、死因の、トップががんで、大体日本人のうち3人に1人はがんで亡くなる。でそれを考えると、じゃあこれそんなに気にしなくてもいいなっていう人もいるかと思うんですけども、やっぱりそういう問題ではなくて、自然に死ぬ場合と、こういう人工的な災害で死ぬ場合というのはきっちりと区別をしないといけないというふうに僕も考えます。なので、もちろんこれから先ですね、この差がちゃんと僕らが期待しているようにですね、100分の1以下、もうあるいはその無視できるような効果であればいいと思いますが、先ほどのお見せした図のようにやっぱり効果というのは20年ぐらいにわたって調査をしないと正確なことはわからないので、それをこれから福島の人たちが一生懸命やるということになると思います。で今一番大事なことはですね、こういうその住民の方への、健康のサーベイですね、今後のを十分に行うということと、僕らが一番やっぱり気になるのはこの原発のこの本当に中で働いている方がどういう健康状態でこれから過ごされるかというのは非常に重大な問題だと思います。それで、これはチェルノブイリのことについて特に、ここの辺はですね、非常に常識的なことしか書いてないんですけれども、一番大事なことは子どもについて同じ線量でいいのかということですね。でもっと踏み込んで言うとですね、人っていうのはそれぞれ遺伝学的にその違った背景にいるわけで、例えば自分の家系はがんになりやすい家系だ、
うちはみんなタバコ吸ってお酒たくさん飲むけどあんまりがんで死んだ人いないよって、じゃあそういう2つの家族をですね同じ例えば基準で、線引きをしてもいいかっていう問題もあって、これは単にその年齢だけではなくて本当はもっと詳しく、いろんなところで、そのパラメータを置いて、検討すべき 点だと思います。それでまあチェルノブイリ事故の場合はですね、事故直後の乳製品がまあ特にこの甲状腺がんの、原因だったというふうに、考えられています。それでもう一つですね、近隣ではセシウムの汚染状況もかなり、厳しいものがあったんですけれども、現在これにが原因で、病気がんを含める病気が発生したという、報告が、出ていないということです。それで結局ですね、チェルノブイリで 今もまだ、汚染がゼロではないとは思うんですけれども、まあ、当時事故当時から、この20年以上ですね、まあ、割合近いところで暮らしておられる方がたくさんいます。でそういう方に対してですね、あるヨーロッパの、まあ、研究団体がその地域で生活するための手引き書というのを作りました。でそれはですね、ちゃんとこういう線量測定や管理をしましょう。それでセシウムの蓄積っていうのはこういう、キノコとか木の実とか、まあ向こうではイノシシとかシカですね、こういうところに蓄積するんで、こういうものはあんまり食べないようにしましょう。それから、特にまた汚染がまだ高いところではですね、自分自身でやっぱり染料計を持って、庭の染料を時々調べるとか、それからまあ、簡単にこう椅子に座るとですね、自分のその体の中でどれぐらい、放射能があるかっていうのを分かるカウンターがあるんで、そういうものを使って、健康チェックをしましょう。こんなことをですね、いろいろ、まあ、これ以外にもたくさんのことが書いてあるんですけど、これの英語版が、まあ、事故発生以降数年以内に出されたわけです。で、まあ、我々もですね、これを和訳をしまして、それで実際うちの教員の一人がたまたま南相馬市の、役場の方とお知り合いだって、でその方から依頼されたいということもあるんですけども、まあ、今、福島のいくつか の自治体にですね、これの和訳版こんなのがあるんですけど送ったところです。南部か出口のところに。